どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらキネマンの新作の動画になります。いつもすいません。こちらのアイテムなんですけども、まあシーズンごとのねくくりとか僕特に発表もしてないんですけど、一応ね僕の中で2022年 SS のアイテムの一発目のアイテムになっております。でね、キネマが一番最初に出したスリーピングシャツがあったと思うんですけども、あれをさらにアップデートして春夏にもっと使いやすいような形は何なんだろうっていう自分の中で考えた時にこの形にたどり着いたアイテムになっておりますので、まあ細かい部分でね、こう一見すごくシンプルだし、二色展開作ってんのに、こうね、きなりと白っていうね、こう一緒に作ってるね、パタナーの人とかにもね、マジっすかって言われるくらいの色展開になっちゃってるんですけども、両方とも気に入ってるアイテムで、こう染め方だったりとかもこだわってる部分がありますので、それぞれご紹介していければと思っております。はい、っていう感じで、まあ自分のアイテム紹介するのってね、すごく恥ずかしいので、サクサクといきたいと思います。はい、商品紹介していきますと、商品名のがフルオープンスリーピングシャツというものになってまして、スリーピングシャツって結構被りのものだったりとか、あとヘンリーネックになってボタンがね 2,3 個ついてるものがあると思うんですけども、今回僕はねもうオリジナルで作った感じで、こうフルオープンで、でなおかつ七分丈で今回作らせていただきました。で、色展開なんですけども、このオフホワイト、こちらバイオウォッシュ加工してまして、このオフホワイトとこのきなり二色展開ですね、ほとんど色味は映像だと伝わらないかもしれないんですが、こちらはねピグメント染めっていう、ちょっと前にパーカーも出させていただいたね顔料染めの染め方があるんですけども、それできなりに染めてあります。なんでね、こう色の発色の仕方とか、そういったところが変わっているアイテムになってます。で、この素材に関してなんですけども、ソフトリネンコットンキャンバスというものを使っていまして、混率はコットン 45% のリネンが 55% になっています。まあ、季節的にもねすごく使いやすいさらっとしたアイテムになってます。で、こちらコットンとリネンの混紡になっておりまして、生地のところどころにあるネップがムラ感のある表情だったりとか、ヴィンテージっぽいね風合いってところをね出してくれているアイテムになってます。通気性だったりとか吸水性にも優れていまして、これからの季節にも最適な生地になっていると思います。で、凹凸感のある生地のためね、汗ばむ季節でも肌にまとわりつきづらいのがね特徴になっています。はい、で、まあ色ごとでね、まあ染め方だったりとか違うんですけど、このオフホワイトに関しては天然の麻の色を残しつつもバイオウォッシュ加工を施しておりまして、まあユーズド感のあるね、ちょっとこのムラ感のあるような生地に仕上げました。まあなんかユーズド感というかね、古着で使い込んでるようなっていうところを雰囲気で出したかったので、それを新品の状態から楽しめる、そんなものですね。で、こちらのきなりに関しましては、先ほどもご説明した通りピグメント染めっていうものを施しておりまして、よりねこのムラ感っていうところを出したかったので、そんな表情をね仕上げるためにこちらの染め方にさせていただいております。で、ピグメントの注意事項ってところがねありまして、他の動画でもお伝えしたことあるんですけども、通常の染めっていうのは染料を使って繊維の内部まで染めるのに対しまして、ピグメント染めはね顔料を使って繊維の表面に色を付着させるイメージの染め方になっています。まあそのためね、洗濯だったりとか摩擦により徐々に顔料が落ちて独特のフェード感を出すことができるっていうところなんですけども、これ、ね、最初はきなりだけど、まあ、どんどん白に近づいていきます。僕こういう風なねきなりのピグメント染めのロンティーとか着てるんですけど、やっぱ1年2年着ていきますと、やっぱこのきなり感もね落ちてくるので、ただ真っ白まではいかないんですけどね、もちろん漂白しちゃったりとかそういったところで色は落ちてくると思うので、まあその色落ちもね経年変化として楽しめるようなところがポイントになっています。なので、ね、そこはねお気をつけください。で、特にねこのステッチのパッカリングの部分とかね擦れやすいためね、特にいい風合いが出てくると思います。で、今お伝えしたのは、まあ、メリットみたいなところではあるんですけども、逆に特に注意してほしいところなんですが、洗濯や摩擦による色落ちだったりとか色移りしやすい加工になってますので、洗濯する際はねなるべく単体で洗ってください。まあこのきなりのカラーなんでそこまで色移りが気になるカラーではないんですが、一応ねこういった発信の方をさせていただいております。で、また白系の洋服と合わせて着用したりとかすると色移りの可能性がありますので、こうそこまで強く色落ちはしないんですが、イメージとしてはインディゴデニムのように扱っていただければと思います。なんでデニムに抵抗がないとか、まあ色移りするアイテムだよねっていうその認識がある方はね大丈夫だと思うんですが、もちろんそういった方が全員ではないと思いますので、気になされている方はね特にご注意ください。次にね、このパターンメイキングってところなんですけども、こうキネマねいちいちパターン必ず作ってたりとか、こうなんだろう、七分にしてただフルオープンにしただけでしょうとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、全然違うんですよ。こう初めてリリースしたスリーピングシャツをブラッシュアップしてね制作したんですが、大きく変更したのは2つあって、こう前回ね前開きのない被りのデザインだったんですが、そこの前開きを作ったことで着用しやすく使いやすいデザインにしてあります。でね、その被りだとちょっと後ろこう浮いててもいいかなとかあったんですけど、そういったところも調整していますし、あともう一つなんですけども、袖丈を七分丈にしてこれからの季節に使いやすいものにしています。こうデザイン変更するにあたって身幅は若干ね細くで、袖は太くするなどね細かい調整を入れ直してバランスのいい形にできたかと思います。ただ単にねこう切って
ってみたいな感じではなくて、それに合わせてそのシルエットだったりとか表情がねよりかっこよくなるようにしっかりと仕上げてあります。はい、で次にね付属の部分なんですけども、パッと見すごくねシンプルなんですが、このボタンのところにはね天然素材であるナットボタンを使用し、服全体の風合いと馴染むようにしています。ここだけねなんかねテカテカしてたりとかすると変だと思いますので、そこの表情だったりとかバランスってところはしっかりと取ってます。あとはねこのバックサイドにね、キネマのアイコンテープ、これがねついてるくらいのアイテムになるので、すごくシンプルに使えるし、こうまだね春とかだと上にカーディガンとかそういったものを羽織る人いると思うんですが、すごく使いやすいアイテムになっているので、ちょっと実際に着用してみたいと思います。色の違いとかもね全体で見た時に分かりやすいと思いますので、そういったところもねお伝えできればと思います。どうぞ。はい、着用してみました。こちらがねバイオーシャン白の方になります。気になるサイズのところなんですけども、概要欄の方のサイトにねいつも通りサイズチャート載っけておりますので、よかったら手持ちの洋服だったりとかそういったものと比較していただくと分かりやすいと思うので、ぜひそちらで確認していただければと思います。で僕は175cm63kg で割と細いと思うんですけど、そんくらいの体型でこんな感じです。で僕手長いんで、そこだけね身体的特徴はあるかと思います。こんな感じ、そんなにねダボダボっていうようなシルエットにもせず、抜け感がね程よく出る程度にしております。で気になる透け感のところなんですけども、今あえてね中何も着てません。本来だと僕タンクトップとか中に着るんですが、何も着てない状態でそこまで透けてないと思うので、全然大丈夫だと思います。古着で売ってるねスリーピングシャツとかだと結構透けたりとか、そこまでガン透けまではしないんですけども、それよりもね生地はしっかりとしたものを使っておりますので、そういったところの心配もないと思います。でねシルエットでこだわったこのね荷幅のところの調整だったりとかも、やっぱフルオープンで前で開けて着る人もいると思うので、そういった時にね後ろがねヒラヒラしすぎないようにっていうの、程よくまとまるようなお尻のところにフィットするような感じで作っております。で七分丈にしておりますので、ちょっと袖のところも太めにしていまして、こういう風にヒラヒラさせるの嫌な人はねこうめくっちゃったりとかして夏は着用しやすいかと思います。で着心地のところはね軽くてサラサラしてますし、肌触りもね柔らかく気持ちいい素材になっているので、パジャマでねルームウェアとして使うもよし、僕みたいに、パジャマを外で着ていく人はねこういう風に1枚で着用しても、なんかねこなれ感が多少出るようなアイテムかと思います。じゃあ次いきなり着てみますね。はい、きなりに着替えました。多分そんなにね色の違い分かんないと思うんですけど、僕このきなりを合わせるんだったらこういう風なグレーでねくすんだパンツとかそういったものを合わせてあげて、古着テイストでね着用もできますので、この上にちょっとね古いカーディガンだったりとか、まだね今の時期だったらモヘアのアイテムとか合わせてあげてもねすごく雰囲気出ると思います。やっぱりねこっちのねピグメント染めの方が色のフェード感というか深みがある感じで、よりこなれ感は出てるかと思います。爽やかだったりとかね、インナー使いする時にはこっちのバイオウォッシュのホワイトの方が使いやすいと思うんですけど、1枚で着用した時にねこうバッと様になるかなっていうのはこっちのカラーなのかなっていう風に思います。っていう感じでね、こういう風なスリーピングシャツってあんまり馴染みはないと思うんで、僕はねよく3年前くらいからかな古着のアイテムでずっと着用してて、でやっぱり自分で作るくらい好きなアイテムなので、いろんな着方はしてるんですけども、コーディネートとかもねぜひ参考になるようなものを作っていければと思います。ただ解説まで入れちゃうとかなり長くなっちゃうので、テロップでねパパッとなんか入れて解説していければと思いますので、ぜひご覧ください。両方の色を使って3つくらいこう上にレイヤードさせるスタイルとか、で1枚で合わせた時に今細身履いてるんでね、ちょっとゆったりとしたリラックスコーデなんかも交えつつお伝えできればと思います。はい、っていう感じでご覧ください。
はい、ということでコーディネート組んでみたんですが、いかがでしたでしょうか。やっぱりね、バイウォッシュの白、こっちに関してはね M サイズなので、こうインナー使いがねメインでコーディネーター組んじゃったんですが、こちらのキナリに関しては L サイズで、僕ドンピシャなサイズで作っておりますので、やっぱ1枚着した時のねこの抜け感がより強調されると思うので、こう1枚でね様になると思うので、まあ、そういった使い方で春夏楽しんでもありだと思います。すごく涼しげな、ね、生地になってますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、で最後なんですけども、こちらの受注期間なんですけども、この動画の公開から13日日曜日の24時までが受注受付の期間になっておりますので、よろしくお願いいたします。一応ね再販とかもしないですし、まあ予備分の開放は年に1回か2回するかもしれないんですが、まあ、各サイズ 1,2 点くらいしかないのでね、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。はい、っていう感じで今回はね僕が作ったこのキネマの春夏一発目のアイテムだったんですが、いかがでしたでしょうか。またねスリーピングシャツは多分定期的に作ると思うんですが、同じ形だったりとか同じ格好同じパターンで作ることはほぼないので、よかったらチェックしてみてください。はい、っていう感じで今回の動画は良かった、参考になったとありましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。